今回は、ダイハツの、ムーブキャンバスに乗りました。名前の通り、昨年私が乗った、ムーブの派生車種ではありますが、両側スライドドアを採用していることからもわかる通り、ベースとなっているのは、同じく昨年紹介した、タントになります。デザインを見ていきます。車に詳しい人なら、一目見た瞬間に、ワーゲンバスを想像することでしょう。まあ、ミラジーノと比較すると、明らかなパクリというわけではないあたり、ダイハツはうまいこと学んできているのだなと思います。大きくて丸いヘッドライトに、ニコッとした口を彷彿とさせるグリルなど、非常に可愛らしい雰囲気が出ていますし、プレスラインなどもあまりない、すっきりとしたシンプルなデザインは、昔のヨーロッパ車のような雰囲気を、うまく出せているような気がします。ツートーンの塗り分けも適切ですし、ブラックアウトした窓枠などによっても、重心を低く見せようという努力が伺えます。基本的にはハイト系の軽自動車ですから、シルエット的には、かなりスペースコンシャスで、合理的な印象となってしまうのは、まあ仕方ないところだろうと思います。ムーブよりも背が高そうに感じますが、実際には25ミリほどしか違わず、タントよりも95ミリほど低くなっており、ここら辺が、居住性や乗り心地など、それぞれどのように影響してくるのかを、後ほど検証していこうと思います。タイヤは、今回乗車した車には、ダンロップの DSX2 が装着されていました。ホイールは14インチです。純正のホイールは結構可愛いので、気になる人は、公式サイトを見てください。ちなみに、新車装着時は、エコピアが装着されている場合が多いようです。内装を見ていきます。ドアアームレスとはなんだか味気ないですが、上位モデルであれば、ここにアクセントがつきます。内装もツートーンで、外観と世界観が統一されているのは、良いと感じますが、ハンドルにダイハツマークが書かれているあたりは、ちょっと爪の甘さというか、鈴木のラパンほど、世界観に気を配っていないのかなと思ってしまいます。シートはベンチタイプですが、座ると、想像よりもホールド感があり、ベンチシートの中では優秀な部類に入るというのは、これまでのダイハツ車と同様の評価です。触り心地も良く、なんとなく安心感というか、優しさを感じます。タントや、ウェイクと似たような、センターメーターは、視線移動が多くて見づらいです。インパネ周りは、素材の質感という意味ではそれほど高くはないのですが、ダイハツらしく、パッと見で勝負できる、うまいデザインだとは思います。ただ、個人的にはいくらなんでも曲線が多すぎるような気はします。そうは言っても、これほどまでに収納スペースを確保しつつ、デザイン性を保つのは至難の業と言えるでしょう。ただ、これまた個人的な意見ですが、これらの収納スペースがいっぱいになるくらい、車に余計なものを積み込むのは良くないと思います。カップホルダーには、ドリンクの絵が描かれており、ラパンでいうところの、隠れウサギのような、遊び心があります。視界は、パッと見は悪くないのですが、右斜め前が見えづらいです。Nボックスなどもそうなのですが、A ピラーに、窓をつけている車は、だいたい斜め前の視界が悪いです。後ろの席に乗ってみます。身長176cm の私が、適切なドライビングポジションを取った状態では、膝周りにはとても余裕があります。開放感もあって明るいですが、座高の高い私が座ると、頭が使えそうになりました。ラゲッジスペースは、後ろの席を使用した状態でも、それなりに実用的に使えそうな広さは確保されています。もちろん、後部座席を倒すと、さらに広い空間が出現します。カードを入れてください。
直列3気筒の DOHC660cc の自然吸気で、最高出力52馬力、最大トルク 6.1 キロです。ダイハツのエンジンとしては、おなじみのエンジンだと思います。ただ、キャンバスの場合、オリジナルのムーブやタント、ウェイクなどと異なり、ターボ付きのモデルが存在しません。それでは、男一人での乗車は、ちょっと恥ずかしいのですが、キャンバスの走りについては、後編で確かめていきます。